はい、こんにちは。宝塚市にあります中華料理シーフォンの松本です。今日はピリ辛のあえ麺作りたいんですが、まず一つが配信した肉味噌のおさらいと山椒オイルのおさらいをしたいと思います。その上でリーキンキっていうところから出てるマーラージャンを使って、もうピリ辛の山椒でしびれるあえ麺を作りたいと思いますので、どうぞご覧ください。ではね、最初に山椒オイルを作りましょう。はい、油をね沸かして、白ネギの青いとこと生姜をたっぷり入れて、はい、今日はこのね四川の山椒を使います。弱火にしてゆっくりとネギとね生姜が焦げる寸前まで沸かしていきます。はい、ネギがね茶色く色づいてきましたね。ネギと生姜の水分がにじんでた油の中も透き通ってきました。ここまでね揚げていって、山椒の香りがオイルに移っていくんですね。はい、ではこれをねざるにあげます。これでね、山椒オイルの完成です。味噌をおさらいしていきますよ。はい、フライパンを温めたところで少しオイルを入れて、はい、豚のひき肉です。グラムです。ほぐすように炒めていきます。火は強火です。だいたいほぐれましたら、ここへ甜麺醤と醤油を加えます。ミンチから出てきたスープ、肉汁と甜麺醤と醤油が混ざったこのスープ、この濁ったスープが蒸発お肉に入っていって、ね、このスープが透明になったら肉味噌の完成です。炒めていきます。
完全に透き通りました。ではこれを器に移します。はい、まずは先ほどご紹介したマーラージャンです。大さじ1杯。お醤油大さじ1。ごま油大さじ1。チキンコンソメ小さじ1/2。お水が大さじ1。山椒オイルが大さじ1。粉山椒が小さじ1/2。お酢が大さじ1。上海の黒酢が大さじ半分。練りごまが大さじ1です。タレを混ぜときます。はい、その間にね、麺を湯がきますよ。はい、麺を湯がきます。今日は高貴商工の極太麺を使って作ります。非常にね、もちもちして美味しい麺です。湯がきましたよ。味噌をたっぷり入れます。はい、ネギたっぷり。ではこれをね、混ぜて召し上がっていただきます。はい、あやめんいかがでしたでしょうか。それと肉味噌と山椒オイル、もういっぺん作ってみました。皆さん覚えてみてください。めっちゃ美味しそう。うん、辛っ。いろんな旨味が混ざった辛味でとっても美味しいです。ではこんな感じでこれからも中華料理どんどん配信していきますので、チャンネル登録していただいてご覧になってください。ではまた。